どうもワニです。そしてこちらは以前動画に出した沖縄の市場で買ってまいりました超巨大なノコギリガザミ。手のひらよりもだいぶ大きなサイズで、ハサミなんてこの大きさ、ゴンブト、もうハサミだけで手のひらと同じぐらいのサイズというね、めちゃめちゃでかいノコギリガザミ、市場からね送ってもらいまして、到着いたしましたので、今日はこちらを使ってシェフに料理を作ってもらいたいなと思います。これもともと生きてたやつだったんですけども、こうやって踏んじばって冷凍して送ってもらってます。こうやって踏んじばることでカニが動けなくなって、無駄に体力を消費することがなくなるというわけなんでしょうね。早速シェフお願いします。はい、ではまず洗っていきます。はい、このふんどしの中が汚いのでここを外して洗っていきます。はい、ガスだね。介護みたいな体洗ってもらってもうん、体洗ってもらってるみたいな洗い応えがありますね。この巨大なカニね、こんだけ大きいんですけども、まあ、ガザミの仲間なんで、一番後ろの足が遊泳脚っていうね、泳ぐ用の平べったいヒラみたいな足の形をしてるんですよね。じゃあもう調理しやすいように細かくしていきます。お、足を取っちゃう、取っちゃいます。簡単に取れるんだね。ラックに折っちゃえば全然簡単ですね。すごいですね、身が。うわ、ブリブリ。そう。おお。そうやって開けれるんだ。はい。うお。まあ、味噌ですね。カニ味噌、カニ味噌、これも取っときます。カニ味噌って別に脳味噌じゃないんですよね。内臓全体をカニ味噌ってね、言ってるんですよね。こちらはエラです。このふわふわしたやつは、このエラも取っちゃいます。はい、美味しくないんで。いや、エラ美味しくないんだ。なんかガニがガニって言うんですけど、うん、カニは食ってもガニは食うなってよく言いますね。へえ、エラは食うなと、うん、食うなと、そういうことですね。あっという間に解体されて食材になりましたね。トマトソース作ります。はい、まず玉ねぎとニンニク用意します。切っていきます。よく手切らねえな慣れですね。俺だったら今の30回できてる切った数と同じじゃないですか鍋に油をたっぷり敷きます。オリーブオイル、オリーブオイルです。ちょっといいやつで、ニンニクの香りを出していきます。玉ねぎも半分ほど使います。いや早送りかと思われるわ。通常です。で、よく炒めていきます。もうすでにうまそうなんだな。これにあと麺入れただけでもいいよ。一旦加熱するんで細かく切っていきます。おう、切れるんだ。包丁めっちゃ増えてきました。よっしゃすごい音。でもこれちょっと高くていい包丁だったりする。これはなんか鶏もつとか骨ごと切る包丁ですね。ガラス切っていう。この辺も味が出るように買ってマジか。よっしゃ、よし。まあでも関節の逆に曲げれば簡単に折れるんで。人間の関節と一緒だね。あ、もうそしたら焦げる前に入れてね。おお。ちょっと油足しておきます。はい。オイオリーブ。オイオリーブ。ハサミこの大きさだからね。挟まれたらこれとんでもないことだよ。爪割っていきます。はい、よっしゃ。こっちも逆に開けば。よしめちゃめちゃ苦労してる。お、身がブリンと出てきた。で、白ワインでちょっと臭み消しと加熱ですね。蒸し焼きにします。で、香草ディルです。ディル、ディル、ディル。魚介に合うんです。
サーモンの前で。じゃあ火が入ったと思うので一回引き上げていきます。はい。あっち。重たすぎてトングで持てない。手ですね。あ、ごめんなさい。ここにトマト入れてトマトソースにしていきます。おい、ちょっとこうトロッとするまで煮詰めていきますね。はい、大きいところは割っていきますね。はい、入るか。おお、割れた。これ前回食った時さ、硬すぎて割れなくて石で割ったんだよね。この殻の厚さ2ミリぐらいあるでしょ。で、中身を出しちゃいます。うわ、ほぐして身をスープに入れるわけだ。そうですね。すげえ。あのめちゃめちゃ硬かったハサミがこんな簡単に割れるんだ。加熱すると多分殻がやっぱり弱くなるんですよね。あ、たっぷり入ってますね。いいね。ちょっと具が寂しいんで、しめじと生のミニトマトになります。じゃあパスタ入れます。うわぁ、バター入れて、オイオリーブもします。オイオリーブ、商品に。当店はこれが1人前になります、ね、あ、かけてパセリとクリーム少し、オイオリーブです。はい、完成です。コーラ忘れてました。はい、完成です。ワタリガニのトマトクリームですかね。巨大ノコギリガザミ、巨大ワタリガニのトマトクリームパスタ完成です。いただきます。沖縄のノコギリガザミ、なんか塩茹で以外でまともに食べるの初めてだけど、お味はどうなんでしょう。めちゃめちゃうまいということはわかるけど、ガザメの味がよくわからん。トマトとクリームがめっちゃうまいんだけど、パスタの茹で加減も最高なんだけど、ガザミがうまいのかどうかはよくわからん。これ食レポ無理だ。今日ちょっとお友達がたくさん来てくれてるんで、他の人に食レポしてもらいましょう。どうですか。うん、すごい、すごい、出汁がしっかり出てる。めっちゃ美味しい。うん、すごく美味しい。美味しい、美味しい、クリーミー。誰もガザミの感想言ってない。ね、美味しい。カニの成分の話してもらっていい。もうちょっと誰かこれ今回カニの動画やからさ。でも普通のカニとやっぱ違いません、味。あ、そう、うん、どういう風に、どういう風に、なんだろう、ちょっと癖がありませんか。そんなことないですか。微量わかんない。わかんない、カニ。カニ種ですよ。なんかね、カニ種、なんかちょっと強めの。うまい。あ、うまいな。キノコとカニのハーモニーって感じ。こいつは具体的なことを欲しかったな。カニの味がします。あ、なるほどね。なんか独特の味しますね、やっぱカニが。本当ですか、普通の中身と違う。なんか泥臭いんじゃないですけど、ちょっと
味がすごい強いですね。アミさん、普段こんなチンケなカニなんか食わないと思いますけど、めちゃくちゃ美味しいです。本当ですか？あ、めちゃ美味しい。そのまま振り向かずに答えろ。どうだ、ハチ。